はい、おはようございます。お疲れ様です。今ちょうど後ろでは、キッズ格闘技チャンネルの方がね来て、取材をしてくれてるんですけど、まあその、前でねちょっとこうやらさせていただきます。はい、で、ソエが、見事ルーキートーナメント広島ルーキートーナメントでね、優勝しました。これがね、またよかったな。よかった。1回戦ちょっと焦ったけどな。2回戦か、2回戦の間強かったね。あの柔道の人、1回戦見た感じではかなり強いなと思って、翔平きついなと思って1回戦かで、まあ、そうね、あれ大きかったね。あの選手に勝ったっていうね。で、次決勝の相手も、まあ、せいやに判定勝ちで、まあ打撃の経験がすごい子で、なんかキッズムエタイの五冠とかね、あ、ジュニアムエタイか。キッズ、ジュニアムエタイ、まあジュニア、まあキックの、まあ、子供。いやでもキックの いろいろ大会とかまあ出て、まあ打撃キックうまかったよ、蹴りうまかったよ、とにかくね、蹴りうまかった本当にね。前足な、前足蹴りうまかったな。うまいというか早い。はい、そうそう、あのムエタイってあれなんかあるんだろう、この腰より何回蹴ってとか、なんかそうな、最低基準がなんかあるらしい。まあ、この辺はタクマが帰ってきたらな、そうそうそう、教えてもらう。だけん、まあ、かなりうまい後相手に、まあ、翔英が打撃後半ね、ダウンボーというね。大逆転の、ね、まあ、大逆転に言いながら、あれ、動画見直したら、この翔英を1ラウンド、2ラウンド作ったりと思うけど、だいぶ分かるよね。うん、結局、1ラウンド、打撃、圧かけてたけど、蹴りで、蹴りだったよね。で、蹴りも言うたらダメージのない、で最後翔平が、うん、パンチパパーンと当てたんで、ホッチ評価っていうのもこれも十分わかる。であと2ラウンド のダウンも完全なダウンやから18つけたっていうのもわかるんで、まあもうちょっと時間あったら敬語で止まってたな。うん、倒れ方はすごかったもん、ね、そうやな、そうって落ちた、そうって落ちたから、まああれ18ついても1人つけとったけど、全員がつけとってもおかしいんだよ。いや、2人ついとった、2人ついとった、うん、そうやな、18つけるだろうな、みたいな、あの落ち方みたいな。もうまあ、だってな、止めるか止めんか、みたいな、うんうん、このモーション入ってたもんな。まあでも、確実にこう、ね、優勝できたっていうのは大きいし、で、次も多分、ジュニア、じゃあジュニア掴んで、ボーダーやね、ボーダーで、ワンマッチ組んでくれそうなんで、なんだな、うん、よかったね、まあリングで、今度はリングやからね。リングか、ちょっとあれか、下がれんのがしんどいな。いや、リングの方に、あ、そうなん、道場を詰めた時に逃げられるけど、おお、翔平が意見言うんで、すごいすごいすごい。いや、でも、こうやってね、自分の意見、自分の形っていうのも、実は持っとんよね。持っとん、いや、そう、意外にな、気抜いとった普通にな、パンチもらうしな。そう、だいぶ、あれが違うよね、レベルが。レベルが全然違う。上がってきてね、ちゃんとまあ翔平も、まあ、ちゃんと練習してくれるようになってちゃんと練習したらみんな強いからね、普通に、はい、で、本中で、まあ報告の中でね、カードが発表されましたね、あ、はい、いい感じで、いい感じで、いい感じで発表されましたね。いい感じでシンガーランキング戦でね、まあ、タクマがやられとうからね、借りを返す意味も、翔平兄ちゃんがやられたからね、敵を。まあ、今のシーンなら十分に、そういけるね。まあ、向こうも多分いけるしょと思うし、医者になるんちゃうか、医者になると思う。おそらく、初の3ラウンド戦。そうですね、おそらくメインになるんちゃうかなと。まだ順位は発表されてない、試合順発表されてないけど、あのメンバーだったら、したらまあ。で、他にランク。のないやない、まあ新宿フェイスやからな。で、まあきっちり、メインならば、ね、いい試合、最後メインにふさわしいね、仕事、メインの仕事、メインの仕事ね、初メイン、そうね、東京で初メインがサスティン。いいね、ありがたいことやね、なかなか地方から東京に出れないから、そこでまあきっちりで、仕事といえば仕事に、はい、仕事に、ね、自分の役目を果たしてるからね。
もう誰も一本勝ちとか望んでない。そう、あの判定とかいらんからね。判定はいらない。KO だけ。KO だけ。KO 職人で。みんなが望んだ勝ち方を。10月20日、新宿フェスでね。おそらく、アベバじゃなくペーパービューになるんだろうと思うんで。ペーパービューなっちゃうね。だってもうバナーにアベバ入ってなかったもん。ああ、そうなんじゃ。でも、うん、なんか横にいつも回答やん。こうサスティーンとかシュート、ね、なんじゃらなんじゃらみたいな、協賛みたいな、うん、あそこにアベマ入ってなかったけど、あ、そうなんじゃ。でもまあ、あのペーパービューやってくれるんだ、問題ないんでね。うちらはね、地方の選手はね。けどアベマがいいな。あ、そうな。アベマへこむんやけどな、あのコメント欄見たら。あ、そうか、見方やんか、ね、ついつい見ちゃうよ、気にしちゃうよな。たまにな、おもろいコメントある。あ、おもろいのもあるけどな。まあでも、まあ、ペーパービューでもね、十分こっちの。今回、なかなか応援にみんな、試合をね、シュートの感覚も近いけん、なかなかシュート軍団が応援来れない。石原軍団はちょっとね、石原軍団も、なかなか今回はね、何人かは。やばい。まあ、ちょっと、おー、すごい。石原軍団。何もしてないぞ、ね。まあ、今回はセコンド、たくまが来てくれるんでね、東京まで。前回と大阪のメンバーと一緒やね。そうやな。うん、まあ、意外とたくまセコンド、あ、声が出ようか出てないかわからんけど、うん、あ、そうやね。このな入場前の指示っていうのはもう的確やから。前回良かったからね。あ、もうすごい良かった。まあ、今回もいい結果残してね。来年につなげてね、はい。まあまあ、ダブルタイトルマッチがしたいな。ああ、ほんまやね。可能性全然あるよな。可能性全然ゼロじゃないよね。十分あると思うんで。アスティぐらいで。両方洗い所やすごいね、洗い所伝説やね。両方行ったわ。ダブルヘッダー、すごいね。ダブルヘッダー。洗い所だとやってくれそうだね。ダブルヘッダーね。史上初。史上初ダブルヘッダー。ダブルヘッダーでね。ありがとうございます。まあ、年内ね。これが年内多分最後になるよね。これが最後であってほしい。まあ年内で、来年また、来年あるかもしれんのでね。そこで呼んでくれたら。7月のサスティンもあるし。あ、サスティンさんね。あ、コミを。これこそな、あるような。黒部くんとか、あ、ほら、うん、その辺多分な、沖縄は、うん、沖縄も行きたいな。けどストロー上位が沖縄やもんな。ああ、初めてやらせてもらえたのそうだ、沖縄も行きたい ね、うん、そうね、また呼んでもらいたいんで、まあ今回しっかりいい仕事をして、そうやな、初位からいいもらうバトンもらったんで、うん、そうね、みんなが優勝宣言、うん、俺が代わりにしちゃった。飛び級で行こう。飛び級で行こう。見ていこうね。まあ ADDC もできるんで、調整もねバッチシなんで、はい、いいもんが見せれると思いますね。はい、じゃあ試合まで怪我なく、はい、仕上げていきましょう。はい、はい、お疲れ様でした。